世界は逆さま。こんにちは、世界は逆さまのひろきです。前回急性期リハビリ病院の動画をアップしましたが、今回は回復期リハビリ病院の様子をお届けします。リハビリ以外にも入院時の生活についての様子を多数用意しましたので、参考にしてもらえると嬉しいです。なお今回は音声合成ソフトボイスピークを使ってナレーションを入れてみました。こちらの声の感想もぜひコメントください。さて、脳出血を発症した場合、まず急性期病院に入院することになりますが、治療や手術である程度症状が安定したら回復期リハビリ病院に転院することになります。ここでは文字通り身体能力の回復と家に戻って生活をするためのリハビリが中心となります。とある週のリハビリ予定表です。病院によって違うとは思いますが、私の場合理学療法1時間、作業療法1時間、言語1時間という感じでした。これを150日間、年末年始も含め休日なしで行っていました。歩行のリハビリは自分の足でバランスをとって歩くという課題がメインになりました。最初は歩くこともなく手すりにつかまってバランスをとるというリハビリばかり。急性期に比べると最初は正直物足りなかったのですが、すぐにどんどんやるべきことが増えてきました。車椅子から車への移乗やあぐらをかく動作など、ただ単に歩くだけでなく生活の上でいろいろな動きに対応できるような訓練が多かったです。これらの動作は退院後いろいろ役に立つことが多かったです。今撮ってる。形は
言語聴覚士さんとのリハビリは会話をしながらパズルをするような頭を使うものが多かったです。これが一番疲れたかもしれない。またドライブシミュレーターによる運転のトレーニングも行いました。すべての病院で行えるわけではないので、運転再開を希望している方は転院の時にソーシャルワーカーさんなどに相談してみてください。リハビリの時間は1日3時間ですが、身体の回復には空いている時間での自主トレが重要になります。こんな感じでメモをつけていましたが、実際にはセラピストさんとよく相談してから行ってください。長い入院生活の中で数少ない楽しみが食事。私は時々ある麺類の日が楽しみでした。時々は車椅子で散歩に出たり、病院の敷地内にあるレストランで食事したり、辛い入院生活でしたが、楽しいことも多かったです。回復期リハビリテーションの期間は最大150日、高次脳機能障害の場合は180日。転院した時は気が遠くなるような日々でしたが、いざ退院となるとあっという間でした。というわけで、世界は逆さま、回復期リハビリ病院の思い出でした。ご視聴ありがとうございました。